まあ、僕自身、球際だったり気持ちの部分でこうチームを引っ張っていこうというふうに試合前から、まあ、思ってたんで、それを、チームにこういい影響をもたらせれるようなプレーを、しようというふうに思ってプレーしてました。まあでも切り替えて次また中2日でセレッソ戦がホームであるんで、そこに向けてチームとしてしっかりみんなで回復して、次に向かいたいなと思ってます。